はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、えー、その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。でえっと、今日ご紹介する本はこちらの問題はそうなんです。 正常常とと異のの間というタイトルの本になりますでこの「宋」っていうのは「躁うつ病」というような言葉で知られているかと思いますけれどもうつ、まあ、病に対して「躁病」という言葉があってその宋について着目した本になります。でうつ、えーまあ、があれば宋もあると。でただし宋が取り沙汰されることは少ないと。で躁病のみを取り上げた一般書もない。でこれには理由があって宋はうつよりも頻度が低いと。 でしかも特にそ、えー、軽い層状態っていうのは見過ごされやすいと明るく元気があってよろしいというわけであるということがますで、えーとまあ、まさにあのこの前書きを読んだ時にですね少しまあ気がついたんですけれども自分自身はですねこの層になるっていうことはあまりないんですけれども、まあ、打つのようなちょっと少し抑うつ気味になることはまあたまにありますなのでまあ興味を持って手に取った本なんですけれども 言われてみるとですねあのなんかテンションおかしいなっていう人っていうのは、まあ、あの少なからず自分の周りにいるような気がしますで改めて、えーとまあ、そういう見方でですね周りの人を見て,た見てみた時にあこの人も困ってたのかなとか苦しんでたのかなっていうことが、まあ、この本を通じて分かったかなというふうに思いますでえっ、ー、とまあ少しだけポイントをご紹介したいと思いますけれどもまずその層を構成する要素っていうのはこの本の中でさしあたって3つ上がっています。で1つは全能感 自分は何でもできるってすごいんだっていうような感覚。で、二つ目が衝動性。つまりもう突発的に今やろう、明日やろうっていうような衝動性。そして最後は自滅思考ということですね。まあ、自滅思考っていうのはまあその自分なんかもうどうなってもいいやとこう捨て鉢になってしまう。例えば例として挙がっているのは、えー、まあハイジャックを急にしてみるとか人を刺し殺してしまうとかな何かそういった衝動性を伴うものっていうのがありますと。 でまあ、この辺りはです、ね、もちろんあのうつ病とかとは全然違うと思うんですけれども、まあ、あの特に最初の全脳感というところはです、ね、軽い創業、えー、だと先ほどの、えーまあ、前書きにもあったようにちょっと分かりにくいんですよね、地震があるだけなのか、えー、もう過剰な地震なのかというのは非常に判断が難しくて、えーとまあ、その辺りは、えーまあ、お医者さんの判断が必要ですということだそうです。 でその判定する目安目安安について重症度を判定する目安について、えっと、9項目あるそうなんですけれども、えー、まあ、9つ簡単にパッとご紹介します。で1つ目、多弁であるよくしゃべることですねで2つ目、話すときに話題が飛ぶで3つ目が家活動であるまあ、活動しすぎであるで4つ目が古代 観念を持っている何かこう大きく考えすぎたり誇張しすぎたり考えすぎたりするということで5つ目が多項的で高揚している幸せ感があってこうテンションが上がっているで6つ目が、えー、威張り散らしたり干渉するで7つ目が怒りっぽいで8つ目が注意がそれやすいで9つ目が、えー、脱抑制であったり反社会的であると、えー、まあこういった9つの要素からまあその創病の程度っていうのを判定するそうです。 でえーとまあ、今すぐにです、ね、この9つがばっちり当てはまる人っていうのはなかなか見当たらないんですけれども自分自身もそうですし周りの友人なんかを見渡してみると、まあ、少なからず該当するような気がする人自分っていうのはあるんじゃないかなと思います。で、えーとまあ、今今日ご紹介しながら強調しておきたいのは、えー、とこの相病っていうのは多幸感があったりとか全能感があったりして幸せなな感じがするんですけれどもそれは必ずしも、えー、自分の中で悩みがないっていうことを意味しない。 ということなんですよねつまり何か自分の中で、えー、悩み があってその悩みが解決されないからその結果としてこういった全能感の方に逃げてしまっているというような側面もあるということが、えー、書かれていましたそれはまあハッとさせられたというか、えー、非常に大きな学びだったんですけれども例えばうつ病なんかも何か自分が失敗するでそれを失敗を、えー、必要以上に悔やんで暗くなっていくで暗くなっていくから行動できなくなって結果が出ないなんてダメなんだっていうふうにこうループしていくんですけれどもそのループがですね装備用は別の方向に向いていて、えー、何か自分の思うような結果が出ない。 だから俺はすごいんだ俺はすごいのになんでできないんだっていうふうにこうループが回っていくわけですよねでそれで全能感であったりとか衝動感っていうのがこう衝動性っていうのがどん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 強くなってきて、えー、まあ悪い方向に向かっていくとであの僧病,病,病だからといってですねハッピーではないということでそこに、まあ、ハッピーに見える瞬間があるんだけれども本質的に本人は非常に苦しんでいてアンハッピーなんだというような視点を、まあ、改めて、えーまあ、学ばせていただきましたでここでも強調しておきたいと思います はいでえー、とこの本では、えーとまあ、その。 内容としてはその創病の方のまあ具体的な事例とか、えー、まあその特徴なんかまた診断方法についてをご紹介している内容だったんですけれども、まあ、今後はですねもう少しその治療方法であったりとか、えー、まあ社会の中でまあどのようにその創病の人たちがまあうまく付き合っていくのう,うまく付き合っていっているのかと、まあ、そういった内容についてもまあ少し折に触れて理解を深めていければいいかなということをまあ感じた一冊でした、はいえー、今日は以上になります よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。失礼します。